奥寺勇気、石崎恋之助。お互いレイ、構て、始め。こちらもよく知った2人です。奥寺選手、先ほどの星凛之介選手を破ってますから、はい、3回戦の、まあ、第1試合で星を破りました。大金星でした、はい。まあ、ですから気持ちも乗ってるんじゃないですか。そうですね、乗ってると思います。その奥寺がステップを踏んでいます。まあ、逆に石崎はね、復帰戦ということで、まあ、こちらも気持ちは入っているはずです。はい、試合感、動きはどうですか、石崎は。そうですね、悪くはないと思います。はい、さあ接近をして両者技を出す。下段を出した石崎、膝も出る、後ろ回し蹴り。身長はそんなには変わりません。はい、2人とも割と小柄な体格で。そうですね、ともに168センチということです。体重では石崎が上回っています。84キロ。後ろ回し蹴り、下段、金的に決まりましたね。金的ですか。時間止めてください。金的に当たると結構その痛み、ダメージありますかね。はい、あります。白、1,2,3,4、金的への攻撃、中1。奥寺に注意1です。今のは反則になりましたけども、奥寺選手は結構意外性のある技をいろいろ出してきますので、はい、はい、まあ、一旦上段前蹴りも技ありを奪えますね。奪える技ですね。上段狙った。まあ、まさにね、それで星も破りましたからね。はい、構て、ザコ。お互いに技を出す。残りは1分30秒。石崎の突き、押していく。まあ、まともに突きをもらってしまうとちょっと分が悪くなりますね。はい、まともには受けたくない奥寺。残り1分です。足を掴んでいきました。ここは白い旗。白、1,2,3,4,5、掴み注意2。掴みで注意2です。奥寺もう反則はできません。はい、次反則をすると減点1です。後ろ回していき、やはりああいう技を出していきますね。はい、さあ接近戦、まあ、雪ラッター奥寺。残り30秒。さあ前に出る石崎。石崎が前に出た。石崎選手もああいった場外際は必ずしっかりと詰めて前に出ますね。まあ、ちょっと奥寺もまともに押されてる感じもありますが、さあ残りわずか。ここも詰める石崎。お互い決め手はなかったですね。はい、本戦終了、判定です。判定とおります。判定、引き分け1,2、赤 1,2、 初心引き分け、赤に引き分け3、判定は引き分けです。2分間の延長戦に入ります。何度か場外に押し出したのが、まあ、評価されたところもありましたね。はい、ただ勝利にはあと1本足りませんでした。石崎、さあここも石崎が詰めようという構え。接近、付き合い、下段も混ぜる、かわしていこうという奥寺。やめやめ。石崎選手はもう重心低くしてなかなか崩れてくれないので、奥寺選手もやりにくそうですね。そこを崩すにはどうしたらいいんでしょうか。うん、まあいろいろ、まあ上段に振ってその中でまあ崩していくとかいろいろやり方あると思いますけど。はい、あの本戦の終盤はなかなかその上段は出せなかったですかね。そうですね、やはりまあ同門同士で手の内も知ってますので、
まあ、下手に上段出せないっていうのもありますね。はい、残り1分です。延長戦は2分間。佐久も詰める石崎。やめ。入ったところはちょっと印象が悪いですね。また場外に出ました奥寺選手は。構て、そこ。ちょっと攻めあぐねてますね奥寺選手。詰めた奥寺です。そこ。石崎選手も打たれ強いのでなかなか崩れないですね。また前に出る。また場外に出ました。残り30秒です。奥寺選手はここで行かないとちょっと分が悪いです。さあ攻められるか奥寺。接近戦になる。下段を出した。下段、お互いに下段打ち合う。今のはこれは技ありになるか。あ、審判団が審議をします。今のは私から見たら技ありに見えましたが、はい、ちょっと反則があったかもしれません。今審判団5人が協議をしています。反則で考えられるのはどういった反則ですかね。掴み、抱え込みといった反則があった可能性があります。ただ私から見たら技ありだったんじゃ、だったんじゃないかなと。あ、今プレーがここで石崎が技に行きました。足掛け、まあ、この若干抱えがあった可能性はありますけども、どうするのか。取りません。取りません。取りませんか、はい、技ありは取りませんでした。ここで延長戦終了。ただ試合内容全体では石崎選手が若干分がありました。判定です。判定取ります。判定赤1、2、3、4主審赤。